ジャスティン・エザリックとは、アメリカ合衆国のバイラルビデオコメディアン、インターネットパーソナリティである。アイジャスティンとして、ジャスティン TV のチャンネル、アイジャスティン t v で1000人の視聴者と直接的にコミュニケーションするライフキャスティングが最も知られている。また YouTube だけでも5つのチャンネルを持ち1700本以上のビデオをアップロードしており、再生数は3億6600万以上に上る。 特にチーズバーガーを注文したがっている内容のビデオは YouTube で投稿後1週間で60万の再生数を達成した。彼女はライフカスティングスター、ニューメディアスターと称され、最も人気のあるライフキャスターの一人とされる。エザリックは2007年に iPhone の使用開始後最初の月に受け取った300ページの iPhone 請求書で知られ、その時に制作したバイラルビデオで彼女は 国際的な注目を集めた。さらにツイッターのフォロワーが140万人以上おり、世界で上位1000人に入るほどの多さで、YouTube のチャンネルであるアイジャスティンの視聴者も約120万人いるとされ動画の再生数は2億5000万以上と言われている。YouTube 番組であるアノイングオレンジに、オレンジに恋されるパッションフルーツ役としてレギュラー出演し、 テレビドラマでもローオーダー、性犯罪特捜犯、クリミナルマインド FBI 行動分析家、ザ・ボールドザ・ビューティフルにゲスト出演している。ライスキャスティングの用具を使うエザリック単行夫と物理学教師との娘として、エザリックはペンシルベニア州で生まれ育った。高校卒業の時点で彼女はワシントン郡、シーナリーヒル地域在住だった。 2004年にピッツバーグテクニカルインスティチュートを卒業した後、エザリックは自身のビジネスを始めるまでグラフィックデザインやビデオ編集などいくつかの仕事に携わっていた。2006年12月、ヤフーによるベストオンラインビデオコンテストで5人のファイナリストの1人に選出される2007年5月からスパイク TV で放送されたジョン・レグイザモやドニー・ウォルバーグ出演のテレビドラマ キルポイントで銀行強盗を取材するフォトジャーナリスト役で出演。また同年、マクブレイクとマクブレイクウィークリーでレオ・ラポルテと共に共同司会者、パネルメンバーとして出演することも時々あった。エザリックはアイジャスティンというジャスティン館によるジャスティン TV のライフキャスティングチャンネルで2007年5月29日から無線のウェブカメラとマイクロフォンを使って 自分自身の生活を生放送で配信し始めた。また、給料を受け取らないボランティアとして、カンのチャンネルで、ベータテスターの活動をしていた。彼女のリアリティビデオブログを最初に立ち上げたのが、ジャスティン TV であり、カンも、彼女の他の誰かが、チャンネルに、ゲスト出演するのを歓迎するファンやフォロワーに、励まされていた。当初、エザリックは、オンラインビデオシリーズの中で、 最も視聴者が多かった理由で、技術的な内容のビデオシリーズの制作を検討していた。しかし、私自身24、7ができるしするつもりだ。問題はないはず。としてプライベートな内容を考え、最初考えたようなのにするつもりはなかったとしている。2007年に iPhone デビューし、ミネアポリスの南にある郊外のブルーミントンにある、モール・オブ・アメリカでのデビューとなった。 当初の計画では、シャディサイドのアップルストアでのデビューになるはずだったが、モールで彼女のインターネットテレビ番組を上映するために、テクノロジーエヴァンジェリストに招待されたものだった。同年7月22日には、キルポイントのプレミアパーティーを自身のライフキャストビデオストリームで生中継した。また、ニューヨークタイムズやウォールストリートジャーナルから同年10月に、 ウェブサイトの最も人気のあるライフキャスターとして取り上げられた。エザリックと iPhone2007 年8月、彼女よって制作され動画共有サイト YouTube に投稿された300ページ iPhone ビルというビデオがたちまちインターネットミームになっていった。彼女自身は他の動画共有サイトにも投稿している。 予想外の請求に関する問題の話は、ブログやアップルイホーンの大きい宣伝や予測リリース後のテクニカルプレスを駆け巡り始めたが、膨大な請求書が公開された、ビデオクリップが公開されて以降、マスコミを引き付けるようになり、10日後にはインターネット上のビデオ視聴数が300万に達し、世界中のニュースで報じられるようになった。同年12月には、 総再生数が800万にまで達したとされている。このビデオでエザリックには動画共有サイトのレベアから5000ドルの報酬が支払われたとしている。エザリックは2007年8月28日、ジャスティン TV 創設者のジャスティンカンと共にヤフーニュースでのケビンサイツの People of the Web におけるウィークリーインストールメントとして出演し、サイトで彼女はこのネットワークのスターと称され、 モデルのような容姿を持ちつつ、同様にハイテクマニアとカジュアルユーザー両方を魅了する優しいサイバー情報2であると評された。インタビュービデオのファイナルカットには、エザリックのウェブカメラからの視点でのインタビューのライブウェブキャストが収められている。インタビュー後にライフキャスティング器具の電源をオフにした理由を聞かれ、一度の会話がリラックスしていて自然的に見えたからと答え。 さらに人物観察や1日中パブリシティジャッジをする難しさを議論した。インターネットパーソナリティとのニューメディアエキスポ2008ゲイリー・ベナチャック・やレオ・ラポルテト・サラ・オースティン、アンバー・マッカーサー、ラポルテト2007年9月初め、彼女はヤフーホームページのリードストーリーに登場し、その瞬間4000ビューに上り、彼女への評価を押し上げた。同月末時点で彼女は、 ピッツバーグに居住し、同志の市議であるビル・ペデューとのスポークスウーマンを務めていた。またニューメディアのエキスパートトレーニングを専門とする企業であるエクストレインの仕事についていた。彼女の父親は支持的だったものの、彼女の友達は同年末まで彼女の活動の押し付けがましさに嫌気がさし始めていた。同年10月、シカゴトリビューンの子会社であるトリビューンカンパニーにて、 最も人気のあるライスキャスターの一人に選ばれた。この秋、世界最大のソーシャルメディアカンファレンスと称された第一回のブログワールドニューメディアエキスポに参加した。2008年4月、エザリックはライフキャスティングの制作頻度を減らすようになり、ウェブデザイナーやビデオ編集者の仕事を再開し、ペンシルベニア州カーネギーに移住していた。ノキア製の新たな撮影機材によって、 コンピュータ接続なしで、ライスキャストとストリーミングビデオ制作が可能になった。そして、www.ijustine.tv のアイジャスティンにいて、週1回登場し続けた。当時、カーネギーの住宅で、エザリックはノースカロライナ州での休暇とその休暇で、iPhone3G が発売される同年7月に、AT&T ワイヤレスショップを探して、 機種交換する計画を練っていた6月、インテルと広告会社である、オグルビアンドメーザーによる10人のソーシャルメディア、戦略審議会に名を連ねた。同年末、活動拠点をピッツバーグからロサンゼルスに移した。インテルソーシャルメディア戦略審議会に招待された、エザリック・エザリックは、YouTube に、チーズバーガーの注文を従っている様子のビデオを投稿し、 最初の週で60万再生を達成した。また、アイ・ジャスティンは、エザリックのキャラクターのように見られるようになりその結果、制作されたビデオでは何も罵倒もしなければ何も飲まない内容になった。2009年1月には、彼女のライフキャスティングは、週4時間になり、ライフキャストチャンネルも沈黙するようになった。その時は、ロサンゼルスに移住した後で、ケベジュンバやクリスティン・ガンビトといった。 YouTube セレブリティのマネジメントをしているリチャード・フリアスのマネジメントを受けていた。しかし、エザリックが持つ別のツイッターアカウントによると、自身は現在誰のマネジメントも受けておらず、収入もカンファレンスの出席やオンラインプロモーションスポットによるものだとしている。また自身のファン層は主に11歳から18歳だろうと信じている。2008年10月。 pluggedin.com でプラガディインゴという週2回の音楽とライフスタイルのインターネット番組の司会を務めた。同年ロサンゼルスに住居を構えた。また AT&T の公式サイトでロストインアメリカと。このシリーズはエリザックとカレーニューエンが知名度は高いが広告業界で成功しているとは言えないブロガーとして登場していて様々な場所で迷いながらも AT&T 製品で問題を解決する様子を描いている。同年11月での2週間のコースで最初の11エピソードの後トゥーブモゲルによればこのシリーズのみで合計3万1000以上の閲覧が登録されたという。エザリックはまたモジーという受賞したオンラインバックアップリカバリーシステムの国内テレビ広告キャンペーンで3種類の CM に出演した。 そして MTV とディック・クラーク・プロダクションズで受賞式の放送においてオンラインプレショーの司会を務めた。2009年4月、マイスプリースで約5万人の友達と Facebook のシステム上の限界である5000人の友達を達成し、USA Today の記事で38万6000人のツイッターフォロワーを持つ女性と紹介される。6月にはさらに59万のツイッターフォロワー。 アイジャスティンの YouTube チャンネルでは9万4千人のサブスクライバー、Facebook フ,ファン2万5千人を達成した。USA Today のでは彼女のライフキャスティングがスケールダウンしたのは私生活に有害な影響が出てきたからだとしている。レストランのカールス・ジュニアがエザリックを含む YouTube スターの集団をポルトベロマッシュルーム6。2009年8月6日に Twitter が ドス攻撃を受けたとき、ウォールストリートジャーナルはツイッターが落ちてるときのエザリックによる対処法は介護ファンクションキーの繰り返し押しだと報じている。同年12月、USA ト d デ y がエザリックは YouTube で7万5千ドル稼いでいることとツイッターで100万人近くのフォロワーと30万人の YouTube サブスクライバーがいると報じている。同記事では合計で6400万再生を誇り、 ブラックアイドピーズの愛があったフィーリングのパロディ動画だけでも480万再生を達成しているとしている。また、エザリックは仕事に400ドルのキャノンパワーショットデジタルカメラとイケアで買った12ドルのグリーンラグで作ったグリーンスクリーンを使っているという。2010年3月1日、エザリックは2010年ストリーミー賞のベストブロガー部門にノミネートされた。また、 マクシムシ97号における2010年のホット100に選ばれている。同年、ゼネラルエレクトリックのヘルシーマギネーションキャンペーンのビデオをご作制作している。さらにマテルやインテルでも仕事に携わっている。2011年4月1日、ウェビー賞のベストウェブパーソナリティ、ホストにノミネートされた。このウェビー賞はインターナショナルアカデミーオブデジタルアーツ。 アンドサイエンシズの選考によるウェビー賞と一般投票によるピープルズボイス賞の2部門あり、エザリックはピープルズボイス賞を受賞した。2009年4月11日、ローオーダー、性犯罪特捜班の11シーズン第7話、新報社でアージという16歳の犯罪被害者役で出演した。またゲーム番組、ザプライスイズライトの第7000回で、 アカプルコへのファーストクラスでの旅行や、アップルのコンピュータ、ロレックスの時計、バイキング料理器具、ミディレコーディングキーボードを含む、賞金37,905ドルを獲得した。彼女の imdb.com によると、ザステーションやトータリースケッチといった2009年のウェブシリーズにゲスト出演している。また、2010年11月3日放送の空。 リミナルマインド FBI 行動分析家シーズン6第7話2番目の男でも出演者としてクレジットされている。さらに YouTube のシリーズ作品アノウィングオレンジでオレンジが恋をするパッションフルーツ役でレギュラー出演している。2012年には1月5日放送のヴァンパイアダイアリーズシーズン3第10話ザニューディールにも出演している。 同年3月31日より、リアリティテレビ番組 SK プルーツの司会を務めている。その時のツイッターでは140万人のフォロワーを記録した。ありがとうございます。